三保院大玄関参法院は、京都市伏見区大吾にある寺院。新言集大吾派総本山第五寺の達中、大本山、門跡寺院である。また、新言集系の修源道東山派を統括する、本山であった。三保院門跡は、第五寺座すお金、新言集大吾派館長の芸座にある。永久三年、左大臣源、都市房の子で、 第五次十四代札昇格が勘定院として開き、後に仏教の御穂にちなんで、現在の名に改めた。工次二年に、賭場上皇の御願寺となっている。昇格が村上源氏の出身であったことから、初期には代々源氏の寺院とみなされていた。鎌倉から南北朝時代にかけて、政剣、謙信、正しずみ、献春と構想を輩出し、 足利高氏から厚く保護された。政権は、朝廷や鎌倉幕府の信任が厚く多くの弟子を育成したが、亡くなった後に、弟子の道教が、美保院、同じく弟子の謙信が、極楽坊を継承した。ところが、道教が急死したことから、朝廷では、美保院の再建のために、謙信を美保院門後に任じた。このため、謙信と亡くなった道教の弟子が対立した。 だが、火災によって、ホイ院は消失してしまい、ホイ院を再建したのは、謙信の弟子のただ沈みであった。だが、謙信の他の弟子たちもこれに反発したために、ホイ院の後継をめぐる争いが続いたが、ただ沈みの流れを組む謙信が、足利高氏の秘語を背景に、ホイ院のみならず法恩院、理性院、今後王位も支配下において、打破を圧倒した。謙信の没後、 美保院の急激な台頭に対する、第五次内部を含む内外の反発の動きを受けて、光済みが配慮されるなどの苦難を受けるが、王安七年、文中三年になって、足利義満が、光助を、室町幕府の祈祷を行う、武家五地像の官僚役に任じたことから、幕府の中でも特別な扱いを受けた。反面、これが、室町幕府による美保院人事への介入の名目と、 なり、定中は、足利義満の不況を買って、第五次を追放されて、御保陰門跡が一時空席となっている。万歳は、国威の最小とも呼ばれ、王永三年に、足利義満の勇士となって、第五次座に任じられ、続いて、順三皇となり、後には、足利義のの室町幕府将軍擁立にも、活躍するなどした。以後、 歴代院主が第五次座数を兼ねる慣例が成立する。また、古くから第五次は、新言集計の主言の中心であったが、この頃から、日本院が新言集計の主言者、山伏の取締りにあたるようになる。また、騎手出身の門跡で諸事情によって、先に、門跡の継承が決定したものであっても、伝謀勘定に必要な四度計業をすべて完成させなければ、伝謀勘定を受けて、 正式な門跡にはなれないという原則が厳守されていたことも、見本院がおもんじられた一員になったと考えられている。応仁の乱で見本院が消失し、廃寺同然となるが、安土桃山時代に第五次昆醐林院の院主であった義園は、豊臣秀吉の信頼が厚かったため、同院を中心に有名な第五の花見が開かれた。義園は巡三考となり、秀吉の許可を得て、 ホイ院三十二世を名乗り、金剛林院をホイ院と改称した。桜で有名な第五次ホイ院庭園は、その時期に整備された。儀園は、徳川家康からも信任を受け、江戸時代初期の天台集計修験道である、本山派本山の昭和院との総論では、江戸幕府の支援を受けて、慶長十八年に修験道ハットが制定された。明治四年、 怪物希釈の影響で門前記号を差し止められるが、14年後に、また称する。現在では、新聞州第五派層本山として、州務長、第五次の事務所が、美保院内に設置され、第五派官長、第五次座数、三保院門後の三色兼務が定められており、中田より数が在任している。三保院境大図1、青の間、2、秋草の間、 三、直視の間。四、表書院。五、奥心殿の。六、順上館。七、正月亭。八、本堂、九、枕竜亭。E 入口。T カラモン。G 玄関表書院カラモン ABCD 藤井雅子。中世における、三方院門後の確立と存続。長村新編。中世の門跡と、後部権力 ISBN978 から4。 から 864032513? 第2本古文書第5次、文書65号大田総一郎、室町幕府の宗教構想と、武家二党、初修、大田、室町幕府の政治と、宗教 ISBN978 から4から82731264号満載以降、武家との関係が深くなり、見本院もがより将軍の居所に近い、 星子院を委員として継承するようになったことも、一委員で、応仁の乱闘時の吉方は、足利光ず船の実施であった。また、足利義種の将軍復帰時には、足利義住に近い門関持元は、京都を脱出し、代わりに義種の勇士であった義高が、門関になっている ISBN978 から、4から864032513。ありがとうございます。